こんにちは、土の子です。突然やってきたね。ポケモンスクランブル SP。 いきなりダウンロード、ダウンロードからスタート。いや僕ね、ポケモンスクランブルはみんなのポケモンスクランブルっていうやつを、確かね、去年の夏で合ってるかな、去年の夏にね、ようやく新世界一決定戦っていうめちゃくちゃ難しいやつあるんだけど、それはね、2年越しぐらいでクリアした、一応完全クリア者でございます。前作ね。ということで、もちろんポケモンスクランブル SP の方もガチでね、やっていこうと思いますよ。ダウンロードしていきましょう。どうでしょうね。今日ちょっとね、忙しくて、こう、なんて言ったらいいの？配信即実況みたいなことはできなかったんですけど、ポケモンスクランブルが帰ってきたぞー。さらにね、今回アプリ版ということで、多分ね、更新を増やして、さらに使いやすく更新、みたいな感じでね、3DS のね、課金ゲーとは違って、どんどんね、こうみんなの声で良くなってくる系だと思うので、ちょっと楽しみでございます。ただ終わりがないみたいな感じなのはきついけどね。どんな感じなんでしょう。やってみましょう。お、生年月日からか？ 1 月4日だけ合わせときましょうか。1996年じゃありませんよ。僕の実写チャンネル見た方はなんとなくわかってるんじゃないでしょうか。あ、多分これあれだね。あんまり課金できないようにするやつだね、きっとね。任天堂アカウントと連携して、おお、マジで？じゃあ連携しましょうか。よし、できました。あ、なるほど。課金はじゃああれかな。任天堂ポイントとかでいけんのかな。オッケー。プライバシーポリシー同意、はい。最初のワンクッションでちょっとなんかテンション下がるよね。ちょっとテンション下がり気味ですよ、今。大丈夫ですか？なんかまだ気球しか映ってないんだけど。もう盛り上がるオープニングありますよね、きっと。めっちゃ奥の方に気球飛んでない？どれどれ、どんなゲームで楽しませてくれるのかな？あなたが新しい冒険者ですね。ポケモンスクランブル SP の世界へようこそ。早速、コラッタと一緒に冒険の準備、練習をしてみる。え、コラッタと一緒？突然コラッタからタップでポケモンに攻撃。おお、ちょっとね、ダネちゃんをなんで攻撃しなきゃいけないの？ダネちゃん仲間にしよう。はいはい、タップゲーね。オッケー。ダネ、ダネフシ。タップコインゲーですかね。あ、なんかお金。お、人影。もうこれ？もうボス？あ、これ避けるのちょっとめんどいっていうか大変かも。近くの敵に勝手に向かっちゃう系か。これね、後半むずいんだよね。またあの前作のやつが使えるかいろいろ検証したいね。見事な勝利であなたの冒険が始まりましたね。この世界には未知の島がたくさんあって、そこには強くて珍しいポケモンがいると言われています。え、なんだこれ。あ、ルギ、右下ルギアじゃない？ファイヤー、右ファイヤー、上フリーザー、いやフリーザサンダー、左上なんだろうな。左上なんだ？え、ルギアじゃねえのかな。自信ねえや。カイリュウか。未知の島を調査できるのは強いポケモンと飽くなき探求心両方を持つ真の冒険者だけです。私は冒険者協会の魔法。冒険者協会では新しい島とそこにいるポケモンを調査しています。ご協力よろしくお願いします。へえ。あ、大事なあなたのお名前をまだ聞いていませんでした。はい、土の子です。改めて私は真帆です。土の子さんよろしくお願いします。探索をしてよ。なんか羽、探したいところをタップするとポケモンのいるステージを見つけます。探したい場所、怪しいぜ。右下どうだ。ポッポ草原を見つけた。お、来たポッポ。なんか頭になんか乗ってるみたいな、これ。でデン。おお、出た出た、ポッポ。あー、音楽一緒っすね。懐かしい、この音楽。これまだまだチュートリアルのとこだから、全然だよね、これ。もうポケモンが全然だもん。さっきのダネフシとかめっちゃレアなんでしょ、どうせ。ガムシャラ、いいね、ガムシャラ。あ、噛みつく、これにしよう。まだガムシャラとか気にしないでいいと思う。なんこれ、おい、コイルがカクカクじゃねえかこれ。大丈夫か、おい。
コイルちゃん、カクカクになってません？コイルの本体は丸いはずなんだが。あれかな？おー、ニャス。おー、首離れてんじゃねえか、ニャス。大丈夫か？おい、首離れてっぞ。うん、オッケー。あー、金になっちゃった。これで主に挑戦できると。もう勝手におすすめにした。おー、ラッタ。ほら、ほらうん、タップゲーやね。オッケー。あ、なんか羽が落ちてきた。これは導きの羽です。へえ。で、新しいステージを探索できると。そんな感じでしょうな。ネズミがさ、猫引き連れてるってなんか胸厚じゃね？ね、わかるでしょ、なんとなく。ネズミが猫を配下にしてるっていいよね。さ、130以上。そしてバタフリーを捕まえる。 OK。 どうだ、来い。起きた。どう？あ、131来た。これなんか踊らされてる感するんだけど、チュートリアルで。チュートリアルで踊らされてない？僕ランクアップした。ポケモン所持枠。なるほどね。そうか、所持枠もあるんだな。まあ課金要素つけるよね、そりゃ。来たぜ、ほら行くぜ。種ポケモン、なんかポケモンポケカみたいやね。これちょっとなんかもうちょっとなんか、なんか戦略とかないの？ね、戦略ねえ。もうちょっと戦略欲しいんだけど。今のところ戦略ゼロだよ。チュートリアル終わったらきっとなんとかしてくれるはず。お、カメールじゃない？デニガメ？カメール？見た目カメールっぽいけど。あ、なんか、ピカチュウっぽい。早くも主を2匹倒したんですね。ボスポケモンを倒すと貴重なギア鉱石を落とすことがあります。ギア鉱石から冒険者の役に立つ道具を作ることができるんですが、ボスを倒してギア鉱石を手に入れてから。へぇ。カメール。あ、やっぱりカメール。臭い花を1匹、ポケモン8種類。180、パワーギアを使って、何これ、意味わかんねえ、パワーギアって。ほら、こいや。うわ、いいね。ほら、くらえ！どうだ？来い！落ちろ！あ、なんか、落とした。なんか僕、踊らされてないね。チュートリアルに踊らされてない？なんか。ギア鉱石の加工について。パワーギアに加工できる。パワーギアはポケモンを強化するための道具。へえ。加工開始2秒。早っ。早っ。時間かかるんですが頑張れ。しばらくは超特急で加工。おい、寝れねえじゃねえか、やめろ。受け取る。はい、受け取る。受け取った。アタックプラス、タフネス、なんかいっぱいもらった。つける。はい。どうや。うわぁ、 CP さらに上がったんじゃない？ミラーっていうのはないと。なんかいいね。後ろ向いてんのがいいね。ほら、来いや。へい！へい！デルタアタックか？ほら、五光させてかっこいい。あら、あ、そっか、カメールは主ポケモンは落ちないんだね、多分ね。なんとなく。なんだ。ててて。お、リザード。リザードが出てきた。
なんかキラキラしてんのいるね。キラキ、ああなるほどね。キラキラしてたら必ず落とすみたいな。ボスで昔キラキラしてるのいたいた。そういえば。今のとこなんかこのハメ攻撃しか使えない。怒ってる最中の避けれないっていうのがね。避けれないのが果たして今後うまくできるのかな。ちょっと不安になってくるどこ見てんだよよろぞおい上なんか目線全く違ってたんだけど今ニョロゾのあの変なとこ見るのはちょっとツボだな。アタックプラス早技。お、きた。電光石火ギア。電光石火か。あ、ケイシーがいる。ケイシー大丈夫、テレポートするんじゃないの。あ、ほらテレポートした。ふい。あ、残念一発で仕留めたけどもダメでした。出たゴロン。怒っても攻撃効くようになったんだな。頭がシュンシュンしちゃってたのに前は。さあこれでいよいよ対決できるんじゃないですか。勝負だ。ライチ、あ、危ない。ポケモン交代忘れちゃうな。せっかくこれしたのに。行きましょう。いよいよ決戦だぜ。勝負だライチュ。待って、これだけちゃんと 声出すの。なんか風なんか子供たちが遊ぶ風船みたいじゃん。ちょっとこのライチュ大丈夫。なんか首伸びてるけど大丈夫ね首伸びすぎてない？大丈夫？なんか僕の HP ってどこにある？あ、この下か。自分タップしてて見えないのよね。いけ。なんかわかるかな、あの中で中に入ってピョンピョン遊ぶやつに似てる。はい、勝てました。まあチュートリアルなんでね、負けることはないでしょ。どうなる？これで。おめでとう。最後の主も撃破しましたね。ここでお教えすることはもうなくなっちゃいました。腕の立つ冒険者のあなたには次のステップに進んでもらいたく、冒険者協会主催の大会に招待しちゃいます。大会を勝ち進むと賞金がもらえるから、よりすぐりのポケモンで挑戦してみてくださいね。大会ボタンで参加できますよ。ほう、チュートリアルが終わって大会に進めるようになりましたね。予選、集めたポケモンで腕試しするところです。毎日チャレンジできる。へえ、なるほど。まあ流れはね、だいたい分かりましたね。とりあえずそうだな、どうしようかな。とりあえず次回ちょっとじゃあ大会の方触ってみて、さらに冒険を進めてみましょうか。ということで今回はね、チュートリアル一発目から全部ね進めてみましたけど、そうだな、今のところの感想としてはプレイヤーがねやるスキルがちょっといまいち分かってない。前作の 3DS のポケモンスクランブルは結構ね避けたり、ここで攻撃を当てるみたいな A 技 B 技があって、いろいろねこうプレイスキルを求められる感じだったんですけど、今のところねタップ長押しするぐらいしかなくて、考えるものは、まあ、ギアの選択、あとはタイプ相性になるのかな、まあ、そこら辺になるってことでしょうかね、まあ、とりあえずちょっと進めてみないとわからないと思うので、まずはまあがっつり進めてみようかなと思います。ということでよかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。